は面白い話があるんだ。一部のアイヌたちが密かに軍資金を貯めていたらしい。それを一人の男がぶん取った。アイヌを皆殺しにして。どれだけ危険な博打に手を出しているのか分かっておらんのだ。入れ墨だよ。これから北海道は戦場になる。人を殺せば地獄行きか。だったら俺は特等席だ。覚悟がないなら諦めろ。弱い奴は食われる。全員やべえ連中だ。お前の寿命のろうそくは私がいつでも吹き消せるぞ。おい待て。危険は覚悟の上だ。行くな。杉本、私たちで金塊を見つけるぞ。俺は不死身の杉本だ。